大滝川ダムは、長野県基礎郡大滝村に位置する、基礎川、水系大滝川に建設されたダムである。関西電力株式会社が保有する、水力発電用ダムであり、三竹発電所の取水ダムとして機能する。大滝川ダムは、基礎川支流の大滝川を横断する形で、築造されたダムである。三浦ダムの下流、牧尾ダムの上流に位置する。形式は、 腰流型重力式、コンクリートダム。ダムの包み高は18.2メートル、包み長長は80.0メートル、包み体積は1153立方メートル。ダムには洪水破棄として、ラジアルゲートが3門並ぶ。ダムによって形成される、調整位置は、淡水面積0.1平方キロメートル、総貯水量は589,200立方メートルで、 そのうち満水位、標高1044.0メートルから1.6メートル以内の、有効貯水量は20万9400、立方メートルに及ぶ。三丈発電所1.2号機立屋下流側にある、三丈発電所3号機立屋大滝川ダムから、取水する。三丈発電所は、牧尾ダムよりも、さらに下流の基礎町三丈に位置する。 最大使用水量34.34 34立方メートル毎秒、有効落差229.00メートル、または229.21メートルにて、最大68,600キロワットを発電する。三丈発電所は、長い導水路によって、落差を得る点が特徴であり、その総延長は34.2キロメートルに及ぶ。導水路は、大滝川ダムを起点に、 大滝川左岸側を通って発電所へ至るもの鶯川沿殿を起点に大滝川導水路へと合流するもの末川沿殿を起点に西の川右岸側を通って発電所へ至るものの3路線からなる。導水路途中の経営17地点でも経営流取水を行うため、取水ダム、取水関は以下の20地点に及ぶ。発電所は大滝川と 支流西野川の合流点手前に位置する。上部水槽は1箇所のみだが水圧鉄管が二手に分かれており1.2号水車発電機と3号水車発電機は設置場所が異なる。水圧鉄管の長さは356メ,メートル、または491メートル。また、上部水槽からは西野川に向かって、 予水,路が伸びる水車発電機は3組とも2つ製作所。水車は率軸炭臨炭流渦巻フランシス水車を採用し、発電機は容量 25000kV アンペアのものを備える。周波数は 50Hz、60Hz の騒音に対応する。三竹発電所の下流にある、時和ダム、大井発電所など基礎側開発を手掛けた対象。 昭和戦前期の大手電力会社大道電力は、大滝川における水力開発も計画し、1925年4月に大滝川にいて3地点の水利圏を獲得した。だが、実際の開発は遅く、1930年代までの進展は、最下流部が基礎川本川の目覚め地点に組み入れられて1938年に竣工したのに止まり、 他は、密着手であった。大道電力では、大滝川の開発計画を見直し、1925年に、水利圏を得た、大滝川第二、西野川両地点を中心に、水利圏出願中の付近水力地点を合同して、三竹地点とし、出力6 4 1 0 0ットの発電所を、建設する計画を立てていた。 1939年の電力国家管理実施によって国策電力会社日本発送電によって開発されることとなり下流の時は発電所が1941年7月に完成した後停信大臣より日本発送電に対して1941年12年に三丈発電所建設準備命令翌1942年10月30日に 同建設命令がそれぞれ発令された。その後、同年11月24日付で、水利権許可翌1943年1月12日付で、工事実施認可が下りた。建設命令では、第一期工事として、最大出力4万4 0 0 0ットの設備を1944年11月末までに、竣工させるよう求められた。 太平洋戦争中のため労力、資材の不足に悩まされたが、竣工期日半年後の1945年6月30日より1号機のみ、出力2 2 2 0 0ットにて、三丈発電所の運転を開始した。この段階で完成していた、導水路は一部に止まり、完成部分も大部分が、コンクリート缶立てを省いた状態であった。 作家の野添賢治によると、戦時下の工事では、受け負い業者鹿島組、真組、飛島組によって1714人の中国人、労働者が、強制労働を強いられ、食料不足や、長時間労働から162人が死亡したという。そうした中で三宅村の鹿島組三宅作業所の中国人の一部は、1945年3月、食料倉庫を襲い、 工事現場を破壊するなどの事件を起こす。長野県特別高等警察により15人が検挙され、うち11人には当時施行されていた治安維持法が適用された。工事から40年近く経った1983年11月になり、発電所のある大島地区に木曽谷発電所建設柔南中国人慰霊碑が混流されている。 終戦直後の1945年10月9日、洪水被害によって導水路が崩壊、土砂が流入して、発電不能となる被害を受けるが、翌1946年2月13日に復旧、再開された。続いて、残光寺である、三浦貯水池からの放水を受け取る、大滝川導水路の完成が急がれ、1947年12月、 下旬に通水可能な状態まで工事が進められた。1948年2月11日2号機が竣工し、一部導水路工事中のため暫定的に出力3 9 3 0 0ットでの運転を開始する。導水路の補修を待って、同年12月20日に発電所出力は4万4キ0 0ットへと増強された。また前後して、 戦時設計のため柱以外は木造であった発電所建屋が鉄筋コンクリート構造に改築された。1949年11月には西の川道水路の改良工事も完成している。1951年5月1日実施の電気事業再編成では三丈発電所は他の基礎川の発電所と共に供給区域がいながら 関西電力へと継承された。日本発送電設備の帰属先を、発生電力の主消費地によって決定するという、潮流主義の原則に基づき、基礎川筋の発電所が、関西電力所管となったことによる。関西電力発足後、季節1.2号機と、同規模の3号機の設置工事が進められ、 増設工事竣行により1954年6月28日付で出力が6万6 0 0 0ットへと引き上げられた。関西電力が保有する木曽川水系の発電所では1992年度より老朽化設備のリフレッシュ工事が始められており、その一環として三丈発電所においても2004年5月に更新工事が竣行し、 従前と同じ使用水量ながら発電所出力が2 6 0 0ット増強された。以後発電所出力は6 8 6 0 0ットとなっている。この更新工事では1.2号機の旧型水車が更新されており、2003年4月に1号機、2004年5月に2号機がそれぞれそれぞれ営業運転に入った。 水車形式は従来と同じ立軸単輪単流、渦巻フランシス水車であるが、水の圧力を受けて回転するランナーの部分が、長い羽と短い羽とを交互に配置した、中間羽付きランナーに変更されている。新たに、中間羽を、総入りすることで、ランナー内部の水流が整えられ、部分負荷運転時や、最大出力運転時の水車効率が改善された。 この新型水車は、関西電力と日立製作所の共同研究によって、開発されたもので、三丈発電所1.2号機が、最初の採用事例となり、続いてシンクロベガ第三発電所でも導入された。国道19号から大滝川に沿って上流へと、進むと、木曽ダム、時和ダム、牧尾ダムを経て、三丈発電所に至る。時和ダム湖に架か,かる大島橋の付け根には、 三丈発電所建設工事の犠牲となった中国人労働者の死を悼む慰霊碑がある。三丈発電所を過ぎると牧尾ダムがあり、さらに上流へと進むと自然湖に至る。1984年の長野県西部地震によって引き起こされた地滑りによって大滝川がせき止められたことで誕生したいわゆる天然ダムと呼ばれるものである。湖面の立ち枯れの木々は かつて当地が森の中であったことの名残である。この付近には大滝川をまたぐ水路橋がある。これも三宅発電所を構成する設備の一部で支流のうぐい川で取り入れた水を三宅発電所に向けて送水するためのものである。自然光を過ぎると間もなく大滝川ダムである。大滝川ダムの上流には滝越集落がある。 大滝川沿いの集落としては最も上流に位置し、水公園と呼ばれるレジャー施設がある。道はこの先、源流部の三浦ダムに向かって続いているが、一般自動車による通行は制限されている。三丈発電所に関するカテゴリー、ありがとうございます。